成功や目標達成のために正しい方法を選ぶ方法。正しい方を選ぶ方法とは？正しい方法って多分もううまくいってるものをそのままその通りやるだけなんですけど、目標達成だと。その目標と同じ目標に似たようなことできてて、うまくいってる人の真似したりとかが正しい方法だとは思うんですけど、基本的にね、オリジナルって基本的にもうないんで、正直。うん。だってこれだけ頭のいい人とか先人らとかが、もともと行動できる、バンバン行動して、もしくは早めに生まれてとかっていう先駆者たちとかってめちゃくちゃいるんで、正しい方法、結果が出る方法は真似した方が全然いいですけど、正しい方法、正しい方法、選ぶ方法ってなってくると何だろうな。もしあるとしたら、正しい方を選ぶ方法って感じで言われたら、なんか、とても時間軸の話になるんですけど、未来ってあるじゃないですか。未来に向かって僕ら歩いてるように、進んでるように感じるじゃないですか。じゃなくて、未来がこっち来るんですよ。自分に向かって来るんですよ。どれも似たようなこと言ってるじゃん。同じことじゃないのっていう思うかもしれないです。これ違くて、自分っていう未来に未来が合わせてくるというか、うん、こっちの方が正しいんだ。自分っていう未来に未来が合わせてくるんですよ。うん、結構これ、単調ですごく深い話なんですけど、例えば、あなたがバンドマンで、なんか、シンガーソングライターでも何でもいいわ。やってます。バンドマンやってます。で、いい音楽ができて、いい曲ができて、いいものが作れたらデビューしますっていう人は未来に向かって歩くって感じなんですよね。わかります？でも売れる人っていうのは俺はもうプロのミュージシャンだ。この俺のメッセージ作った作品をみんなに広めて喜んでもらいたいし感動させたいしみんなのなんか世界がピースになればいいなとかなんかいろいろあるわけですよ目的が。で、そういう人間に自分がなった時に初めて未来が追いついてくるんですよ。っていうことは、先にレーベルオーディションとか受けに行ったりだとか、インディーズなんでもいいし、なんか資金作って、音源提供とかもそのまま発信したりとかってするんですよ。わかります？あとは、例えば僕がコンサルタントです。で、コンサルタントの仕事もらうまでは、コンサルタントじゃないって思ってると、仕事として来るまでに来ない限り、依頼を受けない限り、コンサルタントになれないと思ってるっていうことは、まず仕事の依頼が来ないんです。私コンサルタントって言ってないから。弁護士ですって言わないと、私は医者です。医師免許持ってます。医者ですって言わない限りは、医者の仕事来ないし、医者になれないんですよね。そもそもなってないから。違うんですよ。だから、もう成功や目標達成のために正しい方を選ぶ方法としては、自分が成功した、達成した人間になってこそ、なんですよ。なってたら、例えばプロの料理人になりたいと、プロの料理人だ、私は。ってなって、でも、料理人なのに、プロの料理人なのに、料理のスキルがまだまだ物足りないと思ったら焦るわけなんです。なってないことがおかしいから。じゃあ自分が、あなたが自分人間じゃないと思った時に、自分は猿だとか思ってませんよね。自分は人間だと思ってますよね。だったら、自分が人間として最低限のことできないとなんか焦るじゃないですか。できること。例えばもう自分が二十歳で、選挙とかもできて、なんか運転も仕事もちゃんとやって、でまあ、大学生だ大学生だとかっていろいろあると思うんですけど、その認識があって、その認識の中の自分の空間で、できてないとおかしいことって必ずあると思うんですよ、自分の中の認識で。ね。あなたが営業マンやったら営業の仕事できないやったらおかしいと思うじゃないですか。あなたが大人なのに、最低限の大人のことができないと、ちょっとこっぱずかしいし、できなくてちょっと悩むなとかってあると思うんですよ。うん、それと同じで、あなたが成功したい、目標を達成したいっていう人間、その時の自分があるじゃないですか。なってる自分。それを思い浮かべて、それに自分が当てはまってなかったら、未来は来ないんです。
でも、そういう人間先になっとい、なっとくと、言うたらセッティング。まあ、考え方で言うと、考え方で言うと、マインドセットって言いますけど、マインドセットがそれに出来上がったら、未来はそれに追いついてくるんですよ。わかります?だから、その時に、例えばあなたが何かのそのプロフェッショナルだってなった時に、プロフェッショナルだって自分が勘違いしたというか、自分がそう思った時に、自分がそこのプロ、何かのプロフェッショナルのスキル、技術、なんかそういうものを所有してなかったら、おかしいと思うから、急いで揃えようとするんですよ。そのための構造が学びを得るだったりとか、そういう人脈を作ったりだとか、そういう技術、箱を作ったりだとかっていう、いろんなことを行動してから、早く整えようとするんですよ。お店がオープンしてるのに、お店の準備全くできてないと焦りません。なんかあなたのお店で。お客さんもう来るのに。でも来た時に何も揃えてないから、お客さん帰るわけです。提供する商品も何もないから。焦るじゃないですか。でも、焦る、その気持ちが、結局言うと未来を、その自分が想像した自分がそこに立つべき未来の自分に未来が追いついてるっていうことなんですね。うん。これが、成功や目標達成のために正しい方法を選ぶ方法かなって。そしたら自然と必ず正しい方法を選ぶ。正しい決断する。うん。それ以外ないと思ってます。もう、これ以上、未来が、追いつい、未来に向かうんじゃなくて、未来が自分に、未来の自分になった自分に追いついてくるってことですかね。これ間違いないと思います。